あなたは。さあ来い、さあ来い、ほら来いよ、いつまで待たせるんだ、ほら来いよ。ああ、さすがに来ない。もう腕がパンパンだ。腕がパンパンで疲れた。ああ、いない。ああ、なんだよ、虫取りしてたのに虫が全然来ないじゃないか。ああ、虫どこにいるんだろう。ああ、虫、おい、ちょい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 、なんであの鼻のとこで待ってたのに意味なかったな。普通にいるじゃねえか、普通にいるじゃねえか。よし、虫取ったぜ。今日はこのブルーラインがおしゃれな青筋アゲハを捕まえたぞ。いや、虫取り楽しいな。虫取り、虫取り、虫、ちょ、何ですか？何これ、何釣り大会？もしかして今日は釣り大会の日ですよ。そうだ、なんか言ってたな、釣り大会があるって。ジャスティンさん、釣り大会でしたね、今日は。久しぶりだね。いやー、忘れてました。こんな大事な時に何虫取りしてんだよ。よその島の人と一緒に協力してできるんだよ。ぜひ2人でやってみてね。そうなの？それだったらカルちゃんと一緒に釣り大会に参加してみよう。ありがとう、ジャスティンさん。じゃあ幸せ島の方のジャスティンさんと会ってくるわ。それは誰だい？誰だい？私は無視していること。そうか、そんなことがあったのか。よし、早速カルちゃんに電話してみよう。カルちゃん。何？今日は釣り大会だったみたいだね。わあ、そういえばそうだ。早く申し込みに行かないとね。そうだね、そっちの島に今からすぐ飛んでいくから。空港の前で待ってて、2人で協力して釣りができるらしいんだ。ジャスティンさんが言ってた、そっちの島にもジャスティンさんいると思うけど、こっちの島にもジャスティンさんがいるんだ。知ってるわ。すぐ行くね。待ってて。あ、はい。切ったよね、今。途中で切った。まあいいや、すぐ行こう。よし、じゃあ、釣りの格好に着替えよう。よし、これで準備 OK だな。早速、カルちゃんの幸せ島に行くぜ。風船や、風船。幸せ島行く前に風船や。アントファーム。あ、アリだ。アントファームだから、アントっていうのはアリだよ。そうだよ、アリだよ、これ。あ、面白い。なんでこんなものが今。これでアリの観察ができるのか。やっぱり虫取りの方が。いや、違う違う、今日は釣りだ、釣りをするんだった。こんなことをしてる場合じゃない。てか、さっきなんか喋ってたけど、どっからカルちゃんの声が聞こえてた。まあいいや、気にするな。急げー。ただいま、幸せ島がお客様を受け入れられておるようですが、こちらの島にお出かけなさいますか？そうそうそう、その島にお願いします。誰かが遊びに来たみたいです。では、良いフライト、グッドラック。よし、行くぜ。幸せ島で、釣って、釣って、釣りまくってやる。釣れていくぜ。だる。プロの一般人、穴気な。どっちやねん。どっちだよ。プロなのか一般人なのかよくわからないやつだな。あ、俺か。早期はまもなく着水いたします。遊ぶ島の穴気なさんが遊びに来ました。いやー、遊ぶ島から来たよ、遊びに。ややこしいな。やっほー、カルちゃん、早速遊びに来たよ。わーい。さあ、釣り大会に参加しよう。よその島から来た人は無料だから、アナケナンが受付に行ったらいいよ。あ、了解。私の花畑、珍しい色のお花が咲いたんだよ、ずっと水やりしてたら。すごい。まあ、それよりも今日は釣り大会だね。行こう。やっほー。釣って、釣りまくる。おー、いる、ジャスティンさん、こっちにもジャスティンさんいる。やっぱりこっちにもいるじゃないか。テントじゃなくなったよ。それじゃあ、早速ジャスティンさん、お願いします。初めて見る顔じゃんって、まい。さっき見てたよね。さっき見てたよね、ジャスティンさん。本当だ。それじゃあ、大会に参加します。3分間でたくさんの魚を釣ってね。よーし、参加するよ、カルちゃん。はい。釣り竿、虫刺さってるけど。本当だ。怖いな。よし、今からもう測るって。いくよ。ちょっと待って、カルちゃん、作戦だ。どっちに行く？右、左、どっち？私は、右ね。こっちね。じゃあ、あなけな左にダッシュするから。もうスタンバイ。あ、カルちゃんはもう行っといて、海の近くに。海の近くに行っといて。なんで？魚がいる場所に行っといて、始まるから。わかった。あ、じゃあ。行くよ。うん。よーし、3匹以上だ。とにかく3匹以上目標に頑張ろう。左だよ。はい。スタート。さあ、魚を探すよ。カルちゃん頑張って。はい。協力していっぱい釣るんだ。どこにいるんかな。いないぞ。魚がいないぞ。魚。こういう時に限って魚っていないよね。参ったな。あ、いた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 。そり。小物が来た。小物です。アンチョビだ。同時に釣ったね。いいぞ、調子いいぞ。さあ頑張ってもっと釣るぞ。うわ、いたいたいた。いた、オッケーオッケー、いいぞ。でかいのいいじゃん。さあこっちはとにかく魚さえいればいいんだ。ちっちゃい大きいは関係ない。あーでも魚が見つからない。どうだ、カルちゃん。今釣りそう。さあもうすぐ2分。1分足りそうですね。あ、いたいたいた。頼む。なんでそっち。ちっちゃいのばっかりなの。こっちは小物しかいねえのか。来た。1分過ぎましたよ。アジを手に入れた。いいぞ、意外と初めて。スマホが鳴っておる。無視だ無視だ、今それどころじゃないんだ。いた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 。でっかいのいました。こっちちっちゃいのいました。来い来い来い。あ、無視するな。無視してる。無視してないと思う。もうちょっと後ろ行ったらいい。もうちょっと下がるか。さあ来い。まだ1匹しか釣れてない。マジで3匹はなんとかしてでも釣らないと。来い、おいおいおい。何、どうした。無視してる。もうちょっとこの魚無視してる。釣れん。あなけなフィッシング。お、頑張れ。来た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 。よし、来た。割と大きめ。おお、3匹なんとかヒラメでいったぞ。大丈夫か、カルちゃん。あと1分です。さあなかなか制限時間短いよ。あと1分しかない。やばいやばい、もうここら辺全部釣っちゃったよ。あ、いた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 。復活してる。来い。どうだ。ナイス、カルちゃん。オッケー。それで何匹 ?2 匹。そう。あと1匹なんとしても頑張ろう。うん、頑張る。あと30秒。大丈夫かな。ああ、大丈夫かな。あ、いたいたいた。これが最後だな。釣れるか。無視しないで。無視しないで。あ、いた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 。いかん。ポイントが悪い。やっぱり20秒しかない。あと。ほんとだ。頼む頼む。来た。来た来た来た。よし。よっしゃー。だけらなんとか5匹。いい調子。さあカルちゃん、もう時間が3、2、3、1、0。釣り大会フィニッシュ。フィニッシュ。3匹しか釣れなかった。あ、でもなんとか3匹目標達成じゃないか。やりましたね。じゃあとりあえずジャスティンさんのところに戻りましょう。カルちゃん、うわー、鐘鳴ったらこうなるんだ。あ、今1時だ。まあとりあえずジャスティンさんのとこ行きましょう。はい、ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな。釣れましたよ。君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入っているから後で確認してくれよな。はい。あ、もちろんいらないなら俺が全部買い取るから教えてね。まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。はいよ。チャレンジに参加した人全員の釣り上げた魚が全部で8匹、5匹以上だから協力ボーナスもらえるよ。君個人が釣った魚の数が3匹、あ、これも3匹以上だからチャレンジボーナスの対象だね。やったね。両方もらえる。おめでとう、10ポイント獲得だよ。やったぜ。上がる。すごい、ウェイウェイ。ちなみに獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだからね。やった。ポイントが溜まったら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。了解。あなけなも話しかけてね。やったよ、カルちゃん。僕も12ポイントゲット。すごい。よし、早速だけどカルちゃん、そのポイントでさ交換してみようよ。いいよ、ポイントと交換してください。オッケー、10ポイント使って商品と交換するぜ。俺がプロデュースした魚グッズ魚拓をプレゼント。魚拓、よし、もっともっとグッズを手に入れたいね。頑張ろう、もっともっと頑張ろう。わーい、それじゃあ釣り大会よー、スタートスタート、ダッシュダッシュ、釣り大会スタート。よし、楽しい釣り大会。見えないさあ、来い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 、釣りだぞ。あ、いた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 、つけました。なかなか楽しいイベントだね。そうだね、協力するっていうのがいいね。来い来い、よし来た、よし1匹目、オッケー、ナイスだ。おお、熊の実割と初めて。もういいな、よし1匹目ゲット。あ、いたいた、すぐいた、いいぞ、どんどん行こう。気づけ、気づかない、もうちょっとこっちかな、来い、これに決めたんだ来いよ、来ないな、難しいな。これは時間をもったいないことになってる。どんどん近づいてきた。よし来た、さあ来い、よっしゃ、どうだ、違うところにしよう。ポイントを変えるか。おお、いた、おいた、カルちゃん、じゃあさっきの俺なんとか頑張ってみるよ。いたよね、これだね。そうそう、よっしゃー、もうちょっと奥だね。なかなか遠い。あ、来た来た、見た、さあ来い、この小物め、小物だ、本当に小物だった土壌じゃないですか。さあ、まあ大物とかあんまりね、そこら辺は関係ないからね。重たい。重い。いいぞ。はい、鈴木。よし、ここだ、見えないとこにいた。携帯になってる。携帯になってる、そんな場合じゃないんです。さっきも言いましたが、そんな場合じゃないんです。よし、いたいた。見えないんですけど。こんな変なところにいるのか、この魚。来た。来い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 。俺の釣り竿に引っかかったやつは必ず釣る。いや、また土壌かよまあいいんですけどね。さあ、釣り大会ですからね、何でもいい。そうそう、釣るもの自体の大会ではないので、釣った数だけです、勝負は。あれ釣れないや。さあ、時間があと20秒。やばい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 、さっきより少ないじゃないかそう、やっぱ難しいね、この探すのが難しい。いけた？ああ、もう10秒しかない。10秒しかない、10秒しかない。よし、3匹が釣ったよ。さすがにもう無理。さすがにもう無理。いない、3、2、1、終了！釣り大会フィニッシュ。ああ、さっきより少なかったけど。この魚だけ釣っていい？オッケー。カウントはされないけどね。でかいな。はい、鈴木。あとで売ろう。いやいやいや、でも楽しい。なんかこの時間迫る感じがいいねさあ、またポイントをもらってグッズを手に入れないとね。いやー、釣り大会でも楽しいね。すごい貴重な魚も釣れちゃった。そうだね。でもやっぱり2人で釣ってもなんとか8とか7とかでしょ。そうだね、もうちょっとなんとかしたいよね。あれを使うしかないんじゃない？巻き餌だよ。巻き餌？巻き餌でやってみよう。できるの？できるでしょ本当？いや、わかんないけど、巻き餌は使うなって言ってないし、やってみよう。釣り大会3回目、スタートー。よーい、いくよくよー。オッケーオッケー、いたいた、ちょうどいいところにいた。行こう行こう。釣り大会スタートー。さあ来い、ちょうどいい場所にいました。こっちも来い。うい、卵。でもこれは魚じゃない。ひとまずしまっておこう。だりゃ。さっきの卵はさっきの卵だった。カウントされないのか。そこで巻き餌を巻くんだ。そこで巻くよ。よし、俺もバンバン巻く。ここの池で巻くわ。ちっちゃい池で。なんでだ。これならどうだ。来た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 。ちっちゃい。ちっちゃいの来た。ちっちゃいのが来るよ、そこは池だから。なるほどね。じゃあちっちゃいのより大きいのがいいか。あんま関係ないんだけどね。うん、よし来た。うりゃー、池だか。うわい、ひらめー。あ、カウントされた。大丈夫みたいだ。どんどん、巻いていこう。さあ3分間にどれぐらい巻けるかだね。本当だね。うわ後ろ向いてる。ちょっと釣りにくい。ああいい調子、カルちゃんがいい調子です。ミノカサゴすごいの釣れてるし調子いいですね。はい、よろしいです。ちょっとマキエさんのポイントが難しいこれ。よっしゃ来た。どうだ。はい、アジ。いや早い早い。調子いいよカルちゃん。さあどんどん行こう、どんどん行こう。マキエさん最強だ。マキエさんいいぞ。海がいいかもしれない。カルちゃんの間違えた。海が釣りやすいかも。そうだね。こっちどうしてもなんかこう陸地に当たっちゃうんだよ。そうなんだ。よし4匹いった。いやーよし、ひらめ。よしカルちゃんの調子がめちゃくちゃいいぞ。イエーイ。さあなんとか2人とも5匹以上釣って10匹以上いこう。あれ餌もいらいで。なんかちょっと出てくるの遅かった。来てる来てる来てる。こっちはねちっちゃいのしか釣れません。やっぱり場所的に問題があると思うな。どうだ。はいタツノオトシゴ。うわすごい、なんかいろんなもの釣れてるね。うん、さあ来いよ。あ間違えた間違えた。さあ来いよ。さあ5匹いってる2人とも。よし来た。6匹目初めてです。初めて6匹目。さああと1匹釣れるかな。20秒。厳しい厳しいぞこれは。さあ19秒。一発できた。あ間違えた。ああやべえ。来た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 。最高記録最高記録。7匹いった。カルちゃん54来た。頼む。無理だった。今のカウントしなかったのか。アナキラ7匹いきました。カルちゃん6匹。今ギリギリ一緒だったと思ったのにな。惜しい。でもカルちゃんの海の方が良さそうだ。そうだね。とりあえずポイントもらおう。釣りしてるんですね。いや今日釣りね、楽しい釣りの日ですからね。釣りしないとね。そうですね。釣りしてくださいよ。ほらね、あっちでどうぞどうぞ。しないですか釣り。いや釣り楽しいよね。今日天気もいいしね。うん釣り、うん、他のあそこいますよ。しないですか釣り。いやね楽しいよね釣り。そっちさっきからあの人あれしか言わないんですけど。まあいいか。いやちょっとでも今のやっぱ巻き餌作戦は最高だったね、うん、今度こそ、うん、2人で10匹ぐらい1人10匹ぐらい。いや10匹はちょっと難しいけどあれぐらい行こう。2人とも7匹。おおそのぐらいは行こう。そのぐらい行きたい。やっぱりね釣りやすいのはこの海だね、うん、海がいいことに気づいたんで。なら穴けなここら辺にして。さあ今度こそジャスティンさん最高記録を叩き出してあげますからね。ここオッケー。カルちゃんもポイント見つかったみたいなんでもう一度参加します。いくぜカルちゃん。はいじゃあ私のポイントはここにします。よーし、オッケー。スタートスタート。釣り大会スタート。オッケー。まず1匹目だ。どうだ。これで来い。おいや、アンチョビ。早い早いカルちゃん早い。さあ行こう行こう。釣りは得意。オッケー釣り。あちょっと魚じゃないけどイカいいのか。カウントした。カウントだよ。イカもオッケーです。卵はダメだよ。さあここで巻いてよし。そしてすぐこう釣りやすい。やっぱここ海がいいね。やばいライバルが狙ってるな。狙ってないよ。ちょっとあの島の住民がいる。あ来た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 。よしオッケー。1匹目ゲット。鈴木でかいね。さあもう一回餌巻いて。うりゃーおいあれいそれ。あこれ釣りやすい。確かに餌を巻いてすぐに竿を振りやすいね。うんやっぱり海辺が一番やりやすい。来た。どうだ。しかもでかいでかい。私のオッケー同じもん。鈴木同時ゲット。さ、まあ同時に3匹なんよ。本当だ。釣ってる数も一緒です。同じペースでいければ最高記録が出せるんじゃないか。5匹とか釣ったら2人。オッケー、釣った。あれよかさご。さあ俺の方には島の住人が気になるみたいだね。あ、ちっちゃいぞこれは。ちっちゃい魚ですね。だから関係ないって言ってるじゃん。それタツノオトシがわかんないよ。ちっちゃい方がでもねすぐに上がるんよ。そうだよ。これはこれで逆にいいよね。大きくない方がいいかもしれないよね。そうだよ。有利かもね。そうなんです。さあ私はなんともう5匹釣りました。さあ次で6匹目。どうだ。よし次で5匹目だ。さあやばいぞタイちゃん。7匹いけるか。続きだらけ。タイだぞ。めちゃタイのものを釣りました。わお。さあ餌もなくなってきたんでね。そうだね。よしなんとか俺は7匹いけそうだ。よっしゃ7匹いった。よしもしかしたら8匹いけるかもしれない。ほんとだ。そのぐらいはいけそうだ私も。いやもう30秒しかないぞ。ほんとだね。さあ時間がなくなってまいりました。あと1匹頑張ろうカルちゃん。もう1匹はなんとか釣れそうだ。私も餌なくなりましたこれで。何それは大ピンチ。来いこの小物め。時間かけまくって8匹いった。最高記録出ました。7匹。10秒は無理だろ。7匹いった。10秒は無理だ。10秒。10秒。5 4 探せ3来い。あー終わったー。7匹最高記録が出ましたね。2人ともやりました。さあカルちゃん今回釣った数は2人合わせて15匹。やりました。最高記録が出ました。やったね。20ポイントも獲得した。ウェイウェイウェイ。いやーしかし釣り大会楽しいね。早速ね、そうだね、ポイントもたくさんゲットできたんで、今からポイント全部使って商品と変えていこう。うん、やったー。よし、じゃあ俺も変えていくね。何それ。マジで。よいしょ、オッケー。いっぱいゲットしたね。早速じゃあバンバンカルちゃんの部屋に飾ってみよう。いこういこう。イエーイ。じゃじゃーん。さあ今回獲得した魚グッズだよ。はい、バックで見てみましょう。そうだね。どうですかこれ。いいね。おそろの T シャツもゲットしましたね。はい。で後ろにこの魚のカバンバッグと、そっちは魚のポシェット。かわいいね。そして私魚のステッキを持ってます。はい、傘もね、魚の傘なんでかわいい傘です。回すと泳いでる。もうすごいなんか水族館に売ってそうなグッズだね。まさに。そしてこのなんと玄関のプレートもね、魚のプレートです。赤いですけど、そうだ、青じゃないんでね、そこは。さあそして家の中にいろいろと、置けるものをねたくさん置いたんで、よし行きましょう。行ってみましょう。魚のご案内です。さあここに魚のグッズが、まだはい、私魚観光案内所のタカケナーです。はいじゃあ1個ずつ見てみよう。はいこれまずは怒りのオブジェクター。すごい重そうだね。あと釣り竿が2つ。釣り竿がなんと2つ。たまたま色が違うかったね。これが使いたいこの釣り竿がね。ね本当だ。そしてクーラーボックス、ジャスティンさんが持ってたクーラーボックスと一緒ですよね。イカスクーラーボックスで着替えられる。イカスね、確かに。なんか着替えるんかい。イカスって言われると完全にスプラトゥーンですね。本当だね。そしてこの下見てください。魚のラグ。そしてこの壁紙もね、魚です。アンチョビだね、これよく見たら。そしてね、後ろに見える魚拓2枚ゲットしました。これね。あれもまたいいよね。いや、魚グッズ面白い。ちょっと釣り大会燃えてきた。まだまだ続けないとカルちゃん。行こう行こう。釣り大会だ。釣り大会。イエーイ。おーいカルちゃん。あ、ポストだ。本当だ。何入ってんだ。もしかしてジャスティンさんからだ。本当だジャスティンさん。釣り上手なカルさんへ。いつも釣り大会に参加してくれてどうもありがとう。これまでの合計ポイントが100ポイント台に到達したので記念品を贈っちゃいます。次の大会もぜひ参加してね。釣り大会代表ジャスティン。うい、ジャスティンさん100ポイント達成だって。じゃあプレゼント何をくれるんだ。銅の魚トロフィー。トロフィーだ。本当だ。すげえ、やったねカルちゃん。イエーイ。これで次の追大会もまた参加して別のトロフィーがもらえるかもしれないね。じゃあ次参加したら銀色かもしれないよ。そうかもしれない。でその次金になるかも。いやー楽しみだね。ねー、釣り大会ほんと楽しいわ。嬉しいや。よかったねカルちゃん。はいはい、ということで今回はジャスティンさんと一緒に釣り大会をやってみました。はい、いや皆さんもね釣り大会で魚グッズゲットできたかな。やってる。ちょっとねもう今回のこのね動画を見てるときは釣り大会は終わってるだろうからね、うん、またこういうね釣り大会みたいなイベントやってくれるといいね、うん、楽しい本当に。ということで今回は以上になります。この動画が面白かったら、はい、グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくね。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てね。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。バイバイ。魚大会楽しかった。